いつも YouTube をご覧くださりありがとうございます。動物看護師のエリです。皆様お久しぶりです。お元気でしたか？私はね、なかなか YouTube アップできなかったんですけれども、日々ね、講座でいろいろお伝えしたりですとか、病院のお仕事、それから出張などなどで毎日バタバタ動いておりました。そんな中でもね、 YouTube アップしたいなーってずっと思ってたんですけれども、なかなかこの動画を撮影して、編集してアップするって時間がかかるんですよ言い訳ですけどということで、大晦日になってしまいました。皆様、大晦日の12月31日どうお過ごしでしょうか？お忙しいですよね。バタバタしてますよね。私も市場に今タイを買いに行って、その途中というか、タイを買いに行った帰りなんですけれども、今日はね、やっぱり動画アップしたいなと思って、車を止めてね、今撮影してるんですが、この海の様子ちょっと見てください。北海道はこんなお天気です。めちゃくちゃ海が荒れてます。嵐のようです。寒いよ。はい、北海道の天気はこんなに荒れて嵐のようなお天気です。とっても寒いんですが、これからね、お料理して、実家の方に行って、年越しをねしようかなと思っております。来年はもうちょっと頑張って、動画撮ったりしてね、 YouTube をねアップしていきたいなと思っております。そうとても言いたかったことがあるんですけども、皆様から結構質問をいただいておりまして、とても嬉しいんですけれども、お返事の文章が長くなっちゃって、なかなか文字でお返しするのが大変なんですね。で、メールとか、インスタグラムとか、LINE アットで質問をいただいている場合は、このように動画を撮ってお返事させていただいてますので、YouTube のコメント欄って動画貼り付けられないんですよね。なので、もし何かね、聞きたいことがあるっていうことであれば、YouTube のコメント欄よりはメールとかそちらの方で質問していただけると動画でお返事いたします。URL とか、メールアドレスを概要欄に貼っておきますので、そちらの方からぜひ質問ねしてくださいませ。それでは皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございます。バイバーイ。